嫁は家事が下手で家も汚くて本当に困っちゃうよ。親族の集まりでそうやって私を罵倒する夫、そんな態度を取り続ける夫に私はもう我慢の限界だった。え？何を言ってるの？あなたは家なんてないじゃないのよ。私の発言に場が静まり返る。痛い。どういうことだ？義父から冷たい視線を向けられる夫。いや、それはその…慌てふためく夫に私はこう告げた。私と離婚してください。私の名前はあかり、31歳の会社員だ。夫の雄太とはつい最近結婚したばかりだ。私たちの出会いは友人が開いた誕生日パーティーでのことだった。その友人は経営者で IT 企業で成功し大きなパーティーを開いていた。私は小中高と同じ学校に通っていたこともあり、その友人を含めたグループでよく遊んでいたりしたので、そのパーティーに呼ばれたのだ。そこには学生時代の同級生もいたが、それ以上に仕事関係でつながったという人が来ていた。周りを見るとみんな高そうなスーツを着ていたり華やかなドレスを着ていて、こんな場所に私みたいなのが混ざっていていいのかと気遅れしたほどだった。だけど友人が私たちのことを気の置けない仲のいい友達と周りに紹介してくれたので、私たちが場違いだと思う人たちはおらず、笑顔でみんな話しかけてくれた。彼の誕生日パーティーでは一流のシェフが腕を振るった料理がバイキング状態で並んでいて、どれも美味しかった。お酒がなくなるとすぐにウェイターみたいな人がシャンパングラスをくれて、本当にこういうお金持ちのパーティーって現実に存在するんだなと思った。そしてそこで出会ったのがユータだ。彼は大手企業に勤める営業マンだそうで、友人の会社によく営業をしに来ていたらしい。社長の同級生さんですか。やっぱり素敵な雰囲気の方が多いんですね。美男美女ばかりですね。そうやって私たちを褒めてくれた彼、やっぱり営業マンなだけあってコミュニケーション能力はとても高い。そして友人の誕生日パーティーが終わり、私は友人たちと一緒に帰った。みんなそれぞれ家の最寄り駅で降りていき、私も自分が降りる駅で降りた。するとちょうどその時に隣の車両から降りてきた男性と目が合った。あれ、さっきの。あ、どうも。なんとそこにいたのは友人のパーティーであったユータだった。私たちは偶然同じ駅で降りていて、帰る方向が一緒だったのだ。せっかくなので私たちは一緒に歩いて帰った。彼は実家暮らしだそうで、いつもこの駅から会社に通っているらしい。パーティーで出会わなければきっと知り合うこともなかっただろうが、まさか一緒の電車に乗ってお互いにそれぞれ出勤していたなんて。それから何かの縁だということで、彼は連絡先を交換してほしいとお願いしてきた。ユータは爽やかな雰囲気で悪い人ではなさそうだったので、私は承諾した。まあ何かあれば友人に言えばいいし。それから彼から定期的に連絡が来るようになり、仕事後に食事や飲みに誘われたりした。お互いに同じ地域に住んでいるので、終電を気にせずにゆっくり近場で飲んだりした。彼は私の2歳上なのだが、気さくな人で話しやすくて、私はどんどん彼に惹かれていった。そして私たちは自然と交際が始まり、デートに行くようになった。その頃は彼は私の部屋によく泊まっていて、たまに実家に帰るといったような生活をしていたと思う。それから順調に交際を続けていき、1年ほど付き合った頃に彼からプロポーズをされた。あかり、俺と結婚してくれ。必ず君を幸せにするから。はい、よろしくお願いします。彼の自信たっぷりなプロポーズはかっこよくて、私はキュンとした。それに私も彼とは結婚まで行きたいと思っていた。だから彼の方からプロポーズをしてくれたことはとても嬉しかったのだ。それから私たちはすぐにお互いの親へ挨拶をしに行った。私の親は彼が大企業に勤めていて、また彼がとても爽やかでコミュニケーション能力が高かったので安心していた。あかり、いい人を見つけたわね。彼ならあかりを任せても大丈夫そうだな。両親が彼のことを認めてくれて、私はとても嬉しかった。そしてその後、私は彼と一緒に彼のご両親のもとへ挨拶に行った。同じ地域に住んでいながらも彼の実家まで行くのは初めてだ。大体は彼が私の部屋に来て泊まることが基本だし、
女性である私を一人で歩かせるわけにはいかないと、彼が先に家に帰ることはなかったからだ。彼の実家はとても大きくて豪華だった。もしかしてユータの家ってお金持ち？え？ああ、気にしたことはなかったけど、そうなのかもな。確かに彼はよくブランド物を身につけていた。それは彼が大企業で働いているのもあるのだろうが、実家が金持ちというのもあるのかもしれない。私は一気に緊張した。私は至って普通の家庭で育ったからだ。そして彼がインターホンを押すと、彼の母親らしき人物が返事をして玄関を開けた。あらまあ、どうも。よくいらっしゃったわね。はじめまして、あかりと申します。どうぞ上がってちょうだい。彼の母に案内をされて家の中に入ったのだが、いろんな高そうなインテリアなどがあり、家の中も豪華だった。そして今に行くと、彼の父親が私たちを待ち構えていた。うわ、君があかりさんかな。はい。はじめまして、これからよろしくね。はい、よろしくお願いします。それから私たちはいろんなお話をした。そうかそうか、同級生の誕生日パーティーで初めて出会ったのか。そんなこともあるのね。彼のご両親は楽しそうに話を聞いてくれた。とても優しそうな人たちでよかった。実家がとても大きいから、富裕層のお堅い人たちなのかと思っていた。だがそんなことはなくて、とても気さくな人たちだった。このような素敵なご両親に育てられたから、彼も優しくて気さくないい人なのだろう。それから私たちは両家の顔合わせを行い、その後結婚式を挙げた。私たちの結婚式には、私と彼の出会いのきっかけをくれた友人をはじめとして、たくさんの同級生や友達、職場の人たちや親戚など大勢が参列してくれた。多くの人にお祝いをしてもらえて、結婚式はとても楽しくて思い出深いものになった。その後、私たちは新婚旅行に行き、帰国後に一緒に暮らし始めた。こうして始まった新婚生活。私たちは結婚を機に新しく部屋を借りた。夫はせっかくだからと、街中にある高級マンションを契約した。さすがにちょっと家賃が高いのではないかと言ったが、夫の職場の給料なら問題ないとのこと。少し心配ではあったが、私も働いているし、この家なら私自身も通勤がすごい楽になるから、最終的には賛成した。私たちが契約した部屋は広くて豪華で、なおかつとても快適に過ごせる家だった。キッチンも使いやすいし、お風呂も広くてバスタブも大きい。こんないい家で生活できるなんて、それだけで幸せだと思った。それからしばらくは楽しい新婚生活を送っていた。まあ少し不満があるとすれば、夫が家事をしてくれないことだ。彼はずっと実家にいたから、料理や掃除が一切できないらしい。せめて少しは手伝うくらいの心構えでいてほしかったが、できないものはできないと彼は諦めていた。それでも一生懸命働いて稼いできてくれているし、私自身家事は嫌いじゃなかったから、それ以上は特に気にならなかった。それに夫も私の家事に文句とかを言ってこなかったので、自分のペースで進めることができた。そして私たちは休みの日は一緒に過ごして、夫婦仲を深めていた。そんな風に新婚生活はとても楽しかったと思う。それからあっという間に月日は流れ、気がつけば結婚してから1年が過ぎていた。幸せな結婚生活を送っていた私たちだったが、ここで大きな変化が訪れることになる。それは夫が会社を辞めて起業をしたいと言い出したことがきっかけだった。え？どうして？今の会社はとても給料がいいじゃない。そうだけどさ、俺ならもっと上に行けると思うんだよね。私は夫がいきなりそんなことを言い出したので驚いた。詳しく話を聞いてみると、どうやら後輩が先に昇進をしたらしい。それが納得いかず、悔しかったようだ。会社はさ、見る目が全然ないんだよな。普通は俺が昇進するべきだろ。それなのに、あんな後輩を昇進させるなんて何を考えてるんだよ。夫はそうやって愚痴を言っていた。これで少し落ち着いて考えを改めてくれれば良いのだが、しかし最終的に夫は会社を辞めるという結論に至ってしまった。私は必死になってそれを止めようとした。やっぱりもったいないよ。それにこれから子供ができたりしたら、お金だってもっと必要になるし、
この部屋の家賃だってあなたの収入がないとかなり厳しいでしょ。だが私がいくら言っても夫は聞く耳を持ってはくれなかった。俺なら絶対に会社を起こしても成功するから、むしろ今よりも稼げるようになると思うぜ。ここまで言って聞かないならしょうがないと私は思った。一旦夫の好きなようにやらせてみよう。きっとそうでなくても勝手に辞めてくると思うから。分かったわ、それなら一回頑張ってみたらいいよ。分かってくれてありがとう。なんかやる気に満ち溢れてきたよ。それからすぐに夫は会社を退職してきた。そして起業にすぐに取り掛かった。へえ、ゆうたさんが起業か。俺でよければ何でも相談に乗るよ。本当？ありがとう。私は会社経営なら友人だなと思い、話を聞いてもらう意味も込めて連絡をした。友人は夫に協力をしてくれると言ってくれて、起業の手伝いをしてくれた。そのおかげで夫はとてもスムーズに会社を起こすことができたのだ。あとはもう夫を信じて利益が出ることを待つしかなかった。それに私も働いているから、とりあえず生活費くらいはギリギリなんとかなりそうだ。まあ余裕は全くないが。それから夫は経営者として必死になって頑張っていた。だがなかなか契約を取ることができず、とても苦労していた。最初は仕方ないだろう、そう思っていたのだが、それから1年が経っても夫の会社は売上を出すことすらできなかった。くそ、なんでだよ、どうしてどこも契約をしてくれないんだ。夫は目に見えて焦っていて苛立っていた。私も夫が全然収入を得られないことに焦っていた。こうなると私たちの生活がどんどん苦しくなってしまう。現在は私の貯金を崩して生活費を支払っている状態まで来ている。そのため私は夫にある相談をした。ねえ、この部屋を解約してもっと家賃の安い場所へ引っ越さない？何言ってるんだよ、この生活を手放すっていうのか？だってあなたが収入ゼロの状態だと、この部屋の家賃を支払うことすら大変なのよ。大丈夫だから、これからすぐに利益を上げるから。そんな保証はどこにもないじゃない。今は一旦現実を見て少しでも節約しないと。お前は俺を信じないっていうのか？信じてるけど、実際に数字がついてきてないんだから対応しないといけない部分ではあるでしょう。夫は正論を言われて言い返せなかったようで、しぶしぶ引っ越すことを承諾してくれた。そして私たちは高級マンションを出て、手頃な価格の賃貸の部屋を借りることに。そのおかげで家賃がかなり下がったので助かった。これならなんとか生活をしていけそうだ。それから私は自分の収入を上げるために一生懸命に働いた。実は内心では夫の会社についてはもう諦めていた。だから自分自身でダメだと気づいて、再就職をしてくれるようになるまで私が頑張ろうと思った。だが夫は無理やり経営を続けていて、そして利益が出ないイライラをだんだん私にぶつけるようになっていった。おい、晩ご飯はまだかよ。今すぐ作るから待っててよ。腹ペコの状態じゃいい仕事なんてできないんだから、しっかりしてくれよ。私が残業をして帰ってくると、そうやって夫は愚痴を言ってくる。自分は全く仕事がないくせに家事は一切やってくれない。っていうか、やっぱこんな部屋で暮らすの嫌なんだけど。前の高級マンションに戻らない？いや、何言ってるの。そんなことしたら生活ができないに決まってるでしょ。だから俺が会社で成功すれば。成功できてないから今こうやって現実的な対策を取ってるんじゃないのよ。私はつい口を挟んでしまった。それだけ私もストレスが溜まっていたのだろう。だが夫は私にそんなことを言われたのが相当ムカついたようで、険しい顔をしていた。お前そうやって俺のことバカにしてんだろ。違うわよ。いや嘘だね。どうせ俺はお前の同級生みたく成功できない凡人だよ。そんな卑屈にならなくてもいいじゃない。諦めずに続ければ成功できるかもしれないでしょ。だったら高級マンションに戻ってもいいだろう。いや、それは。ほら見ろ、俺のこと信じてないんだろ。お前ごときが俺を舐めやがって、俺の方がいい会社で働いていたことを忘れんなよ。夫はそう言って部屋に戻っていった。だったら会社を辞めずにそこで働き続けてくれればよかったのに。それからというもの、夫は私を罵倒してくるようになった。お前が貧乏神だから俺の会社もうまくいかないのかもな。ああ
マジで結婚する相手間違ったわ。もっと美人で俺の気分を上げてくれる相手と一緒になればよかったわ。どうしてそんな風に悪口を言われなければならないのだろうか。私はものすごく嫌な気分になった。そして夫は最終的に会社経営を辞めてしまった。なんで急に辞めたの？こんなことをいつまでも続けても無駄だもん。じゃあこれからどうするのよ。さあな、今まで必死になって頑張ってきたから少しくらい休ませてくれよ。いやいや、何を言ってるんだ。今まで何も結果が出なかったじゃないか。夫の必死というのがどれだけのことか知らないが、1年以上も無収入だったんだから、すぐにでも再就職をしてほしい。だが夫は完全にだらける気満々な様子だった。一日中ずっと家にいてゲームをしている。お昼に食べたらしき食器はシンクに入れっぱなしだし、床に服とかが脱ぎ捨ててあるし、掃除や洗濯など家事をしてくれる様子は全くない。そして私が疲れて帰ってきているのに、飯まだと聞いてくるのだ。私はそろそろ限界に感じていた。どうして私はこんな人と結婚生活を続けているのだろうか。そう思った時、プツリと糸が切れる音がした。あ、もうこの人とは無理だ、離婚しよう。そう決意した時、夫がこんな話をしてきた。今度の日曜に俺の実家で親戚の集まりがあるから参加するぞ。え、私も行かなきゃダメなの？正直もう別れるつもりなのに、そういうものに参加したくなかった。だが夫は顔を潜めながら、当たり前だろ、お前は嫁なんだからと言った。もう嫁辞めたいんだけどなと思っていると、加えて夫がこう言った。父さんの定年退職祝いも兼ねてるんだよ。あ、そうなの？それなら行くわ。なんだよそれ、普通の集まりだったら行かないってか。本当にお前はわがままで自分勝手だよな。なんとでも言え、私はお世話になった義父のお祝いには参加したいだけだ。それにわがままで自分勝手なのはお前だろうが。私はそれからすぐに離婚届を取りに行き、また今住んでいる部屋の解約をした。この部屋は無収入の夫の代わりに私が契約した賃貸の部屋だ。だから私が解約をすることができる。もう夫と暮らす必要はないので、私は夫に内緒で引っ越すことにした。それから荷物をまとめて、いつでも家を出られるようにした。そんなこんなで親戚の集まりの日がやってきた。お母さん、お父さん、お久しぶりです。やあ、あがりさん、久しぶりだね。お父さん、退職おめでとうございます。今までお疲れ様でした。ああ、ありがとね。父さん、はい、花束。おお、わざわざすまないな。夫は私が買ってきた花束をさも自分が用意したかのように渡した。まあ、義父が喜んでいるならそれでいい。それから親戚たちが全員揃い、宴会が始まった。私はこれが終わればさっさと離婚をして家を出ていこうと思っていた。別に騒ぎを起こそうとかそういうことは考えていなかった。だがそんな時、夫がこんなことを言ったのだ。嫁は家事が下手で家も汚くて本当に困っちゃうよ。親族の集まりでそうやって私を罵倒する夫。私は耳を疑った。夫は酒に酔っていて、そんなことを親戚たちに笑いながら話していたのだ。そんな態度を取り続ける夫に、私はもう我慢の限界だった。え？何を言ってるの？あなたは家なんてないじゃないのよ。私はもうあの家を解約したわよ。私の発言に場が静まり返る。何言ってんだよ。解約したって何の話だ。夫は訳が分からず困惑している。私は親戚たちの前で全てを話した。あなたは親戚の方たちにはまだ大企業で働いていて高級マンションに暮らしている体で話しているけど、実際は全部違うじゃない。会社を辞めて起業したけど失敗して、家賃が安い部屋に引っ越しをして、私の収入だけで何とか生活をしてきたんじゃない。あなたはニート状態になって、一日中家事もせずに遊んで部屋を汚し放題。仕事も料理も掃除も全部私がしてきたけど、それを隠してそんな嘘をつくつもりなの？私がそう言うと、義父が口を開いた。痛い。どういうことだ？義父から冷たい視線を向けられる夫。いや、それはその。夫はまさか私がこうやって全てをバラすとは思わなかったのだろう。完全に動揺して固まっている。慌てふためく夫に私はこう告げた。
もう限界です。私と離婚してください。え？私に離婚してほしいと言われて、ようやく自分の愚かさに気づいたようだ。ま、待ってくれよ、あかり。お前に離婚されたら俺はどう生きていけばいいんだ。するとギフが夫に怒鳴った。お前は何甘えたことを言ってるんだ。そもそもお前はあかりさんに迷惑をかけて散々助けてもらったのに、親戚の前で悪口を言ったのか。なんて最低な男だ。お前なんか離婚されて当然だ。そんな奴が私の息子で恥ずかしいぐらいだ。父さん。あかりさん、息子とは離婚して構わないよ。このバカ息子は私の弟のところでねじ曲がった性格を直してもらうことにする。おじさんのところって？夫のおじは地方の農家をしている。義父はそこに夫を送り込むということだろう。お父さん、お母さん、今までお世話になりました。私は義両親に最後の挨拶をし、親戚たちにも騒ぎを起こしたことを謝罪して義実家を後にした。それから義両親の協力のもと、夫とは無事に離婚をすることができた。夫は義父に叔父の元に飛ばされ、ひいひい言いながら農作業をしているらしい。これで少しはひねくれた性格が治ればいいと思うが、まあ性格が変わったところで私はもう彼とよりを戻すつもりはない。そして私は現在は仕事にかなり打ち込んでおり、そのおかげで昇進が決まった。しばらく恋愛はいいので、さらに上を目指して仕事を頑張っていこうと思う。自分があまり仕事ができないことを自覚して大企業に居続けていれば、こんなことにはならなかったでしょうね。でもまあこんな性格なら、いずれは別のところで問題を起こしていたでしょうから、主さんは早くに別れることができてよかったかもしれないですね。主さんにはもっと素敵な人が現れると思いますので、気長に待ちながら楽しい日々を過ごしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。